おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日8月19日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気のポイントを見ていきましょう。高気圧に覆われて広いエリアでお出かけ日和となります。昼間はカラッと過ごしやすい体感です。ただ日向は汗ばむ暑さとなりますので、油断せず熱中症対策を行ってください。また西日本、東日本の太平洋沿岸は台風19号の接近に伴い、だんだんとうねりを伴い波が高くなります。マリンレジャーなどの際は十分に注意をしてください。東北北部、北海道は湿った空気が流れ込み、雲の多い空です。朝晩は肌寒い体感になるため、羽織るものを1枚お持ちください。また北海道は雨の降るところがあります。家を出るときに降っていなくても雨具があると安心です。ここからはアイコンでもお天気見ていきましょう。今日の全国のお天気です。沖縄、日差しが届くもののにわか雨に要注意です。九州から東北南部にかけて日差しが降り注ぎ、お出かけ日和です。カラッと過ごしやすい体感のところが多くなりますが、朝晩はひんやりします。体感差にお気をつけください。東北北部や北海道は雲の多い空、北海道の道央や道北を中心に雨の降るタイミングがあります。お出かけの際は折りたたみ傘をお持ちください。以上、全国の天気をお伝えしました。素敵な一日をお過ごしください。